エンド変わって右に黄色のジェフ、そして左にこの白の FC 東京です。後半が始まっています。まあ、ハーフタイムのデータでもご紹介しました。向こう側に今米倉です。挟み込んで取りに来ました。鈴木達也スローインです。ジェフどうでしょう、このクロス。いやー、素晴らしいクロス、素晴らしいヘディング。ジェフが2対1、1点リード。素晴らしい得点が決まりました。レッドバイヤーのヘディングシュート。これ水沼さん、素晴らしいクロスボールに。いやー本当そうですね、坂本ですかね。もう一回見ていただきたい。これもスローインからでしょ。はい、そうですね。だから本当にピタッと足が止まるんですよ。はい、いや、それにしてもドンピシャリでした。後半立ち上がり、またジェフが1点をリードしました。レッドバイヤーのボールは今度は平山 FC 東京です。いやー、矢沢がうまく取りました。今度は逆に中村北斗がうまく取りました。見応えのある攻防です。前に送る、赤嶺がいて平山がいて、ボールは工藤です。足元もらって、ここから米倉、一度右に開きました。さあ新井が入れる、またレッドバイヤーのだ。レッドバイヤーの左を使って、アレックスはアウト、もったいない。フリーでしたよね。曲げてきたボールに米倉しかここいません。レッドバイヤーの一度右を使います。ちょっとマイナスのボールになりました。しかしボールはジェフ、中吾、フォローアップして、今度は坂本へ、もう一度米倉、工藤、坂本、中吾、新井。さあチャンスだ、チャンス、今ジェフシュートへ、これは最後米倉。後半の立ち上がりはジェフの猛攻が続きます。赤嶺、今度は FC 東京。今映ってるのは先ほどの攻撃です。その間にボールがゴール前までクリア。レッドバイヤーの、前半でちょっと足を痛めた牧誠一郎に代わりまして入ったこのレッドバイヤーの勝ち越しゴールを決めています。アレックス、チャンスだ、これも。いや、立ち上がりの6分圏内ですが、これ水沼さん、後半ジェフが非常にいい攻めですね。そうですね、本当にアグレッシブになってますよね。はい、入れる、いやーゴール前、どうだ、クリア。速いボールが来ました。まだジェフが続きそう、ファールがありました。ボールは今 FC 東京です。このリードを保てますか、ジェフ。中央、そして課題のその突き放す追加点も取れますか。工藤から右空いていました、坂本へ。先ほどはいいクロスを見せましたが、もう一回入れてくる米倉、右の工藤、そしてネットバイヤーの胸トラップ、シュート。いやー、今度は逆に FC 東京です。平山、ちょっと手が入りました。中央の顔に手が入りました。そしてイエローカードを出す。いや2枚目でしょ。平山今日2枚目のイエローで退場です。平山今日2枚目のイエローで退場です。いや、これは城福監督が猛烈に抗議をしましたが、
平山が2枚目のイエローで退場です。どうやって持ってきますか、斉藤、アレックス、矢沢からのボール、途中でブルーノ・クアドロス、今度 FC 東京だ、中村北斗、ブルーノ・クアドロス前に、近藤ヒール、通らず斉藤、ネットバイヤーの、すごいディフェンスになりました羽生ですが、ネットバイヤーのキーパー、左足のシュートは最後は正面です。ボールを追いかけます、そして今野下げて、でシュート体勢は取らないか、もう一度シュートだ、右には外れましたが思い切って狙っていきました、悪くないシュートです。徳永、米本と徳永で最後はフィニッシュまで、米本、今野、羽生、今野、これは取りません、ネットバイヤーの、さあこれチャンス、3対2という局面ができました。ジェフ、矢沢ドリブル、そのまま中を見て渡す、途中でカットされましたが、アレックス開いた、ここに矢沢、失礼、矢沢、先ほどは米倉でした、矢沢からアレックス、よく体を伸ばして洗いきましたけどね、そうですね、ニアサイド入ってきましたけどね、アレックスのこのクロスボールにハンドですね、あ、そうですね、手ですね、今度はサイドを変えてきました、徳永へ、ブルーノ・クアドロス上がってくる、さあブルーノ・クアドロス、米本、ジェフ途中でカット、前線に2対2という局面できている、深井が行く、そして縦に送る、新井がもらう、ネットバイヤーのが中、今懸命にアレックス曲がってきました、新井から米倉、入れたボールはどうだ、途中でカットしてボールは深井、深井の左足、フィニッシュまで持っていきました。ジェフ、大事なことだと思いますよ、フィニッシュで終わればね、もう一回こうやって戻って、まあ、ポジションを整えることもできますから、はい、パンチ力のあるその深い枠のわずかに一方10人ですが FC 東京反撃を試みます。さあチャンス、今野、今今野が入れる、どうだ、ゴール前、いやポストが救ってくれた、ジェフはポストが救ってくれました、鈴木達也、その前にハンドじゃないかというアピールもありましたが、コーナーキックになります。後半の2本目、これはどういうジャッジになりましたか。ゴールキックだと思いますけどね。ゴールキックね、はい、あーゴールキックです。今のシーン、これ今度がすごいですよ、すごいですよね、最後はポスト、そのシーンはゴール裏から、あでもハンドを取ったのかもしれないですね、うん、今度は深い、そしてネットバイヤーの工藤、米倉、深い、ネットバイヤーの、ブルーノ・クアドロス、そして今タイムアップ、江尻監督初白星、2対1でジェフが FC 東京を下しました。2009 J リーグディビジョン1 32節
ジェフユナイテッド千葉が FC 東京を下しています。